皆さんこんこにちは今日はあつこお姉さんの前の歌のお姉さんですね先代の三谷匠お姉さんのかわいいショットなどいろいろ紹介したいなと思って今回の動画を作りましたもともと匠お姉さんは養子面でも大人気であつこお姉さんとまた違った魅力がある方ですよね。 そんな方の画像などちょっと特集して集めてみましたので皆さんも前のお姉さんはこうだったんだなというふうにちょっと見てくれたらいいかなと思います拓みお姉さんは卒業後に全然テレビに出演していないんですねあつこお姉さんに変わった後の最初のコンサートがゲスト出演となって そのまま卒業されています。今後もどこかで見られることがあればいいなと思いますね。はい、今日は先代の歌のお姉さん、三谷匠お姉さんについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。